この物語は約30年企業戦士としてクタクタになりながら働いてきた私がお花とスピリチュアルに出会い、自分を許し癒すことで人生を取り戻し、さらにたくさんの人に気づきや勇気を与えていった嘘のような本当の話です。自分が分からず自信が持てない、人と通じ合えずパートナーと距離が遠い、人生に罪悪感がある、そんな方には最後まで見ていただきたい動画です。私は1973年7月17日愛知県豊田市に父、母、兄、私の4人家族に生まれた。3歳の時母が出て行き、すぐにママ母が来て妹が生まれ5人家族になった。父は最大手の自動車メーカーに勤める企業戦士、不器用なりに優しくしてくれたが無口でほぼ会話はなかった。ママ母はいつも気を張っていて自分に余裕がなくしつけに忙しかった。私は甘えることができず我慢の毎日で居場所がなかった。5歳の時大きな交通事故をして右側頭部挫傷、陥没骨折、頭の中にチタンプレートを入れ左耳聴力を失った。複数の人が喋っていると非常に聞き取りづらくなる。ん?と聞き返すと不審や面倒くさいという返しもあったが、子供の頃はそれが普通だった。4年生の時兄に誘われて自転車で40キロの家出をした。日も暮れてオートレストランにいたら長距離トラックの運転手さんがカップラーメンを奢ってくれ、泣いて食べた。父がワゴンで迎えに来てくれ自転車2台を乗せて帰った。ママ母には理由も聞かれず一方的に怒られ悲しくて悔しかった。小学校を通しておねしょが治らず布団にくるまっておしっこの匂いと共に耐えた。お湯は使えず冬場はただ手を赤くして罪悪感と共にパジャマや毛布を一人で洗濯した。中学校は陸上部に入った。3年生のキャプテンに俺も頭に傷があるぞと可愛がってもらった。高校では勉強を頑張り少しずつ成績が上がっていった。雑談が苦手で対人恐怖症になり劣等感も感じていた。工業高校でものづくりや技術の授業が多かったがうまく質問ができないのでコツもわからず上達しなかった。高校を卒業し父の勤める自動車メーカーの子会社に就職した。20歳の時キャドをやりすぎて目が回り会社で倒れた。パコードの森という青少年センタークラブを部長をして休日はキャンプやドライブをして過ごした。対人関係は変わらず苦手で一人でいる方が楽だった。一人で登山し山頂で遠景を見ていると大丈夫と言われてる気がして心が安らいだ。29歳で結婚、30代から設備導入や生産管理、不良率低減に取り組み38歳の時に係長になった。43歳の時技術畑から営業に変わった。あふれんばかりの仕事量に持てる力をフルに発揮して朝6時から夜中の22時まで働いた。クタクタになるまで頑張り疲労困憊で心も折れかかったが、それでもなんとか踏ん張ろうと空き時間を使って哲学、教育、宇宙、スピリチュアルなどの本を読み漁り自分で自分を勇気づけようとしていた。1年間クタクタ状態を続けてきた中で人が当てがわれるわけでもなく建設的な議論ができるわけでもなくどうしようもなく苦しい状態がどこまで続くんだろうと途方に暮れていた。重役がその場で解決すると言ってミーティングを開いた。弱音を吐いたら管理職として叱責を受け1週間以内に報告書を出せと言われた。心が通わない絶望を感じた。そんな44歳の時お前も管理者の一人として役割を果たせの一言で親会社に出向になった。新しい職場で気合を入れ直し資料を読み込み技術ポイントを抑えようとするが一向に頭が働かない。気持ちを入れて深く読もうとしてもどうしても集中できない。上司に相談しても誰も助けてくれない。何をどうしていいかわからない。だましだまし仕事をこなしたが精神状態がおかしくなって大声を出して吠えたり家の中で会話ができなくなったり、こんな精神状態はもう続けられない、上司にも嫁にも頼れない、俺は一体どうすればいいんだろう。そんな時
心屋仁之助さんの本を読んだ。子供の頃に置いてきぼりになっていた自分の気持ちを感じて泣いた。どうしても変わりたい。とマスターコースに行きたくなって企画書をまとめた。どうしてもやらせてくれ。と初めて妻に迫った。マスターコースでは浴びるように承認の言葉を交わし合った。セクシャリティスクールにも行き、シェアの時間が許しと安心を与えてくれた。その後、ライトワーカー講座やスピリチュアルなセッションも受け、エゴ的考えで問題解決に執着しなくていいことが腹に落ちた。これまで経験してきた人の痛みを知ることがカウンセラーやスピリチュアルティーチに活かせると思い、48歳の時、私は会社を退職した。退職後、起業の準備をしながら毎日遊歩道を歩いた。道に咲く花が目に入るようになった。ああ、こんなにも花が生命力溢れていて、命が循環している。主役の花も日ごとに移り変わり巡っていく。皆が主役、全く知らなかった。と衝撃を受けた。そういえば、花を見ているときは、ママ母も笑顔だったな。もういいかというまで、それを味わってみた。また、アシュタールセッション、空山セッション、川田理恵子さん覚醒講座、橋川優子さんセッションなど、ピンときたスピリチュアルセッションは、すべて受けた。花とスピリチュアル三昧の一年になり、私の進む道が固まっていった。私は、フラワーカードを使う、ハートフルフラワーマッチングセッションを始めた。花のカードを見たとき、気づきや美しさを感じる言葉がスーッと出てきて驚いた。その人にあった勇気づけるメッセージが降りてきて、伝えた言葉で喜んでもらえ、これは私にもできると実感。そして誕生日お名前セッションでは、マヤ歴数秘の情報を使い、その人の長所や光をお伝えする。心理カウンセリングでは、問題の根っこにアプローチし、スピリチュアルとセクシャリティの視点でアドバイスをしていった。みんなに喜んでいただき、これが私の仕事だと確信が深まっていった。ここでお客様の声をご紹介。30代女性山川さん。離婚も経験しましたが、今は男女は尊敬し合う存在だと分かりました。そして喜び溢れていた自然の美しさ、変化を感じる気持ちが大きくなっています。仕事をしていても、一人でいても、不安が少なくなりました。自分の機嫌は自分で取れるんですね。40代女性大沢さん。男女がどういうものか、自分の安心に気づけてよかったです。通知さんと一緒に向き合えたおかげで、自分とパートナー、お花に愛をたくさん感じるようになり、人の目が気にならなくなり、人生が楽になりました。夫と公園を歩いて、鳥や花との会話の時間を楽しんでいます。私は花を見ているのが好き。そして人を応援するのも好きだ。人が喜びを感じるのは、仕事に追われた環境でなく、心が安心し、時間の縛りも超えて、自分や人、そして自然を見るときだと思う。私は人の幸せ、愛の創造に深く関わっていきたい。男女にっこり笑顔、幸せ社会。男女は性別を超えて、自分らしい喜びを深く理解することが大事。そしてお互いの異性への尊敬によるコミュニケーションはとても尊い。私は人生という喜怒哀楽豊かな舞台で愛の目で見て、皆さんのサポートに立ち、喜びの花を咲かせていきたい。ここまでご視聴いただいた方に、自分の望む在り方や喜びに気づきをくれる花たち、花の写真集を無料でプレゼントしています。ぜひ以下のリンクから申請してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。